するのは愛知県神道海鮮社、愛知神道、失礼しました、神道線海鮮社。スポンサーはメガネ宝石の市川、演題は共に歩むも今日限り、共に語るも今日限りです。お願いします。萩原町散歩する、寛一お宮の二人連れ、共に歩むも今日限り、共に語るも今日限り。街並みが綺麗だ。どうやら熱海の海岸に着いたつもりが萩原町というところに来てしまったよ、宮さん。そうみたいね。どうやら名鉄の時刻表見間違えたらしいわね。寛一さん、少し目が悪くなったんじゃなくて？そうかな。どこかにいいメガネ屋を。あ、こんなところにメガネ宝石の市川があるじゃないか。はい、いらっしゃいませ。遠視に近視にシニアグラス、話題のブルーライトカットレンズやおしゃれなフレーム盛りだくさん。何かおすすめはないかな。はい、今回紹介いたしますのはこのワイパー付きメガネ。これだったらいくら泣いてもメガネだけは曇らないよ。これはどうだ。ああ、僕は毎年今月今夜この日に泣くんだった。お母さん、親切にありがとう。これをいただいていくよ。ならぬ玉の輿、お金は世間の回り物、の手はならぬ玉の輿。うっそ、この目、これ本当に偽物なの？私騙されたの？さあ、何でもお任せ萩原町で。商品選ぶのって大変ですよね。メガネ宝石の市川さん、どうぞお越しください。メガネ宝石市川、懇切丁寧な知識であなたのお買い物サポートいたします。どうぞメガネ市川よろしくお願いをいたします。ですね、シークレット。女じゃないんですよね。女に見えるかしら。皆さんどちらに見えますか？
出せるの。綺麗よね。じゃあ拍手もないわ。皆さん、じゃあ綺麗だと思う方は拍手をお願いします。いや、ありがとう。今日どうですか。まあぼちぼちやりました。一生懸命頑張りましたけども、皆さんいかがでございましたでしょうか。いや、ありがとう、たくさんの拍手。よう頑張った。ありがとう。はい、メガネをすごく衣装につけてた方がいらっしゃったんですけれども、はい、ね、はいはい、あれはやっぱりメガネを PR するためにあれだけ横に。さようでございます。今日の見どころはやっぱり一応宮野、はい、あのいつもの 名シーンを最後に持っていこうとかなと思ってました。さすがです。今年も楽しませていただきました。ありがとうございました。さあ、このちんどんコンクールでは